こんにちは、バルニバービーの佐藤博久です。バルニバービーという会社は飲食業なんですけれども、そこに従事する人間が絶対的に自分たちの思いを叶え、それは決して楽な道ではないけれども、それを実現することによって、世の中に喜びや美味しさや楽しさを生み出すことができるんじゃないのかというふうに考えた企みから発展した会社です。どんな業態であるのかとか、どんなデザインであるのかということではなくて、自分たちが本当に表現したいこと、作りたい料理、行いたいサービス、そういったものをそれぞれがオリジナルを持って取り組んでいる会社です。ですからどの店にとっても個性があったり、極端に言うと癖があったり、決して同じ会社がやっているというふうにはなかなか、気づかない。これもバルニバービーだったの？って言われたりします。多くの外食チェーンが一つのシステムやマニュアルによって管理構成しようとし、そして業態が劣化したらその業態をまた変えていくという作業に行ってきましたけれども、我々は違います。20年1号店やマクドパラディは僕自身が、そしてデザインした人間が自らセメントやペンキを塗った、そのままが心地いい店として今もお客様に愛していただいています。そういったことを行っていくという外食の、一見同じように見えるかもしれませんが、我々は全く新しい企みをやっているんだというふうに思っています。つまりだからこそ、働く人が笑っている、そしてその働く我々自身は必ず思っていることが2つあります。我々が会社として問いかけている2つです。食べることが好きですか？お客様の笑顔が見たいですか？この2つのことを胸に秘めた我々バルニバービーの全スタッフが日々お客さんに向かっていく、その思いをどうぞ皆さんよろしくお願いします。